両家三家と言わず全身これ一石の消防源なり。自己入りの自己のね、生命の実物は生命の真実なんだ。消防源なりというのね、全身これ真実体なり。全身がこれ生命の真実、全身これ一句なり。俺は どこまでも一っていうことは大切だ。しかし二は一によってあり、一もまた守ることなかれっていうのは新人名に出てきますがね、俺一っていうのはまた一って言っても決まっていないっていうのは文法ですよ。早く違う、俺は俺だって言ったって俺は生命の実物としては刻々に変わってんだね。昨日の俺と今の俺と全然違うんだし、で俺新陳代謝もしてんだし、頭もくるくる変わってんだしね、のだから生命の実物としては無の一点っていう保証だよね。無の一点、無の一点の中にこれでオール分のオールで、全身これ光明はない。この無の一点が生き生きとしてるっていうところで、これが光明っていうのね。光明って何か、あのピカピカこれあのこうなんていうかな、物理的光考えちゃダメですよ。今宗教の世界で光明っていう言葉を使うときは決して物理的ライトのことを言うんじゃないんだね。あの生き生きしてる、生命が生き生きしてることを光明で、全身これ全身ない。だからね、ここでよくわかるでしょ、私が人事一方世界これ一家の名字っていうのをね、どっちへどう転んでも自己切りの自己だっていう自己の話に持ってきてるのを、これでよくわかるでしょ。私はそういう意味で自己切りの自己、こういう訳、生命切りの生命と訳してるわけです。全身の時全身の軽減なし、これも全身の時にはね、全身をその邪魔するものはない。これその病気の時は病気っていうのが全身なんだ、我々の私の生命の実物なんだ。病気は困るっていうんじゃない。それから年取ったって、年取ったらもうこれみんな生存っていう、若くして生き生き働く時だけがいいもんだとこう決め込んでるから、年取るとこれどうしましょうっていう話になるのね。でそうじゃない、その病気の時は病気、老人の時は老人だよね。老人は老人で生き生きするとこがあるんだ。で死ぬ時は死ぬ、これも死の実物だ。で生命を遮るもんじゃない、本当に死ぬ時はまっすぐ死ぬ、それで生命ちっとも遮ることはない。もがき死にするっていうね、もがき死にしたらもがき死にっていう生命を生きてんで、俺別に生命さえるもんじゃない。よく座禅すると前奏の死に方って言って分類したのを見たことあるけどね、あんなバカなことあるもんかね。その前奏の死に方にはその立ったまんま座脱流亡って言ってね、座禅したまんま死ぬ人もいた、それから立ったまんま死ぬ人もいた、あるいは一括して死ぬ人もいた、あるいはこの、なんていうかな、まあ いろんな死に方をたくさんこう昔の話こうあれして、その前奏としてはどうしてもこの死に方しなきゃならない、これだけのうちのどれかの死に方しなきゃならないって、そういうバカなことって言ってる文章を見たことあったけど、そう誰が決まってるもんかいね。その前奏っていうのはね、座禅するやつが前奏なんだっての死ぬときはどんな死に方してもいいのね。で、ガンだって言われて、あ、怖いって言って、それでそのまんまもう食えな、何も生きる意欲がなくなって、
それで死んだって、それでも結構だ。座禅ずっとその人がしてきたんなら、その人は禅僧だ。しかし座禅していないのに、俺は悟ったつもりでいて、そしてその悟ったつもりでいたのに、今度はガンだって言ってね、言われたら、悟りっていう暗示にかけられてたのは、今度ガンだってね、暗示にかけ直されたっていうね、これ禅僧と言えるかどうかわからないね。で本当はだからの、どういうどっちどう転んでもっていう話なんだから、の、そのどんなに苦しむんだったら苦しんで死にゃいいっていう、ね、そこに座ることだ。居直って、ね、座るっていうことがなきゃならないね。のいわゆる今人事法世界一家の名字のこの巻の一番の狙いはね、我々のその目、その狙いのつけどこです。だから妄想煩悩をこうなるべくこう座禅してこうなくしてですね、そして妄想なしのところへ座ろうって、そんなんじゃないんだ。妄想もその悟りも人ひっくるめにバッと見る、一目で見渡しているところへ座る、これがね大切なんだということを言うために、この一家の名字を書いてるんですからね、そこを見外さないようにしてください。だから幸福が良くって不幸が悪い、迷いが悪くって悟りがいいって、そんな中途半端な半分の話してるじゃない。の迷いも悟りも幸福も不幸も地獄も極楽も一目で見てるって、そういうところへ座る、そこが我々の修行のしどこだっていうのね。どうせみんな生命の実物としてはその迷いも悟りも幸福も不幸も地獄も極楽も生も死もどっちへどう転んでもっていうのが生命なんだ。これもう根本的に思っても思わなくてもみんなそうなの。それを生っていうね、その生のところで、そういうその生命のあり方をできるだけ充実して発言しようという、これが修行という。だから症状の出典道元禅師が言う、あるいは首相一のとこういうんですね。この一家の名字の巻の狙いはそういうその根本的狙いをの話をしてるんだからね。で全身のと、全身の時全身の軽減なし縁だらになり、だから丸々として欠け目はない。これもだからこれ名寿っていうね、一家の名寿って一粒の玉、こういう表現をするのはそこです。丸々として欠け目はないんだ。それから天六六なりと、これはね、六六っていうのは車が回る音の形容ですね。で名字の苦毒格のごとく現状なるゆえに、今の見識紋章の観音魅力あり。格のごとく現状なる、名字の苦毒格のごとく現状なるゆえにって、現状っていうのはこれは見るっていう字、これ応変をつけて現在の現ですね、あれしても同じだ。その現在が現在になることだ、現状っていう事実をやる、それが今の見識紋章の観音魅力あり。この人一切生命の働きがですね、このだからオール分のこのオール分のオール人十方世界オール分のオール、この生命がね、このオール分の1において現状してくる。だから今の見識紋章の観音魅力あり。だからつまりね、一口に言えばバラはバラの花が咲く、スミレはスミレの花が咲くってことだ。これ私が
私はなかなか時々いい言葉言うもんね。もうそのスミレはスミレの花が咲く、バラはバラの花が咲くってねいう言葉を初めて言い出したのはね、沢広氏が亡くなった時すぐそう思ったもんね。これというのはね、私が沢広氏に着いた当初に、この沢広氏は何しろ堂々としててさ、その、まあ ご存知の人はご存知だろうけれど、まあ堂々たる前奏だった。それに対して私がまあ意気地のないやつがついたわけで、それで私もつくづく考えて、沢広氏にそういうこと言ったことあるのね。の私はこれから老子が亡く宣言されるまで何十年でもつくつもりですけれど、そしてまたその間ずっと残念するつもりですけど、そしたらちっとはなんとかなるでしょうかって聞いたんだね。そしたら沢広氏がね、いや何にもならん、俺がこういうふうにそのこういうふうな男であるのは、坊主になる以前からこういう男なんです、何も断念したからこうなったんじゃないかってそう言われたんだね。それをね、それはね私は忘れもしないんだけど、栃木県の大中寺からその、老子について宇都宮の屋の町行こう、老子とに私一人だけがついて歩いてるとき宇都宮の町でそう聞いたんだ。そしたらロシアそう言われた。それをね、沢広氏が亡くなった時にすぐその時のことを思い出したのね。そしてとうとう俺は沢広氏が亡くなるまで残念しながら老子に着いたけど、俺はちっとはなんとかなったかなって考えてみたら本当に何もなってなかった。やっぱり俺は俺だったね。でやっぱり大変なやつはね、一生大変なんだわ。おいでその時に、ああバラはバラの花が咲く、スミレはスミレの花が咲くってね、その時にこう表現したわけだ。要するに沢広氏はバラのような、大輪のバラのような大きな花咲かせた、私はスミレはみたいにちっちゃな、ね、花、それでもいいんだ、スミレはスミレの花が咲きゃいい、これが仏法っていうもんだなってね、つくづく思ったね。でこのだからオール分のオールの生命が、このオール分の1、これはねだからね、見本としてはよくわかるでしょ、オール分の1の私っていうのね、誰が見てもこれ素晴らしい頼りになる男ってやってもそう思わないじゃない、なんだか金と力は流れてるみたいな色男ってこう見たいだと思うわね。その金と力は流れてるの色男は金と力の流れてるの色男なりでいいんだ。それでもオール分、そういうオール分の1のご質を持ってたら、そういうご質においてオール分のオールの生命を発現することね、これがスミレはスミレの花が咲くってことだ。でそれスミレのくせになんとかバラの花見て、そしてなんとかバラのような花が咲かせたいと思い、そしてなかなかバラのような花が咲かせられないっていうんでコンプレックス感じちゃって、そしてスミレの花も咲かなかったという、こっちはつまらないな。でね、スミレはスミレの花が咲ける。でだからこの道元禅師の教えのいいとこはね、どっちどう転んでもっていうんでみんな安心できるもん、これ小、その小の上、そしてしかし生命を、そういう生命をいかに充実して発現しようかということなんだね。だから道元禅師の教えはそのいわゆる、丹田の方じゃない、そうじゃなくってその人はその人なりにっていうね、本当に救われるっていう宗教の話だ。で原神説法の神仏古仏あり、それもスミレの花一輪の中にオール分のオールの春の生命が原神説法してる。
だからスミレの花が一輪咲いた中に春が来てんだ。で小刀陰文字あるいは国語にかかり襟にかかる、このあれですね、国語にかかるっていうのはね、菩薩養楽経っていうのに無下の無下っていうのは値の知れないっていうんで無下、無下の法事は国語にかかるね、そういう言葉がある。それだから本当の無下っていうのは値の知れないっていうような、そんなその辺のこう、いくらっていう値段のつくようなそんな安っぽい宝じゃないですね。値段のつけようもないっていう、これは生命の実物っていうようなものはね、値段のつけようのないところの最高の宝、そういうのは国風にかかるという言葉が、それから襟にかかるっていうのは、これは法華経500デシボルに出てくる話がある。というのはね、ある時ぱったりお前かっていうわけで出会ったのが、片方は片や、最高に落ちぶれたルンペン、片やその人心位を極めたね、その高官なんだね、高官で大金持ち、それが二人出会った。そしてまあ久しぶりだっていうわけで一杯飲もうって言っての大いに飲んだ。そしたところが片方のね、その金持ちの方は官の命令で、官の命令のためにどっかよそへ行かなきゃ、ところが片方の落ちぶれたやつはそれこそ安心しきて寝ちゃったわけだね。こっちはよそ行かなきゃあんないんで、そしてこれこいつにお金をやっておこうと思ったんだけれど、この寝ちゃってるもんだからまあしょうがないって言うんで、一番このその、宝物をですね、まあインドやシーナーの佐伯やなんかの方はこう宝っていうとこうなんて言っても宝石なんですね。でその宝石をねこの着物の裏にこう縫い付けといてやったんですね。そしてその金持ちの方は旅に出ちゃった。ところが今度貧乏人のルンペンの方が目が覚めてみたら、もう彼は行っちゃったんだ、これの払いはどうしてくれんだ、でもうなぎ屋の太鼓みたいな話だでまたその分だけでも借金になっちゃう、ほいでこれひとやつだわね、俺に払わしたなって言ってね、あれしてたんだけれど、それからまた何年も経った後にまた再び顔を合わせた時、お前はまだそんな落ちぶれてルンペンしてんのかって言ってね、片っぽが、だってお前はある時飲んだまんまでもって払いもしてくれなかったから、いよいよ借金が重なっちゃったって言って、いやお前は俺はあの時寝ちゃったから、それでお前の着物の中に裏にその宝物を縫い付けといてやったじゃないか、あれ一つ売ればお前は今自分も大金持ちになってるはずなのにって言って、こうやって見てみたら本当に着物の裏にね宝がついてたっていう。それとこれがね、生命のどっちへどう転んでも生命切りの生命っていうの、これみんな誰でも彼でもみんな持ってんだ、これ着物の裏に縫い付けてあるんだ。ところはみんな知らないでうろうろして、どっちどう転んでもとは思わないで、なんとか幸福になりたい、不幸は困るって言ってうろうろしてんだ、そういう話ね。それからあるいは眼下に収め家中に収むる、眼下っていうのはね、そのこれは掃除の中に出てくる、それ千金の玉は利量の眼下にあるとね、
理了っていうのは、理っていうのは真っ黒いこの理了っていうのは真辺に麗しいっていう字書くんですね。これを理って、それから了や龍のことですね。この理っていうのはね、真っ黒、全身黒色の黒光りしている丸ごと理って。で、だから理了っていうと黒い龍です。その黒光りしている黒い龍のこと、立派な龍ですね。で、それ千金の玉は理了の眼下にあるって、このあのところにその玉があるんだ。それから家中に収めるっていうの、これはあの法華経の安楽情報に出てくるが、その天輪女王、まあ世界を制覇する王様ですね、アレキサンダーみたいな、そういう世界制覇の王はね、諸国を従えるためにね、まああの功のあった軍人たちにそのたくさんの財宝をふんだんに与えるっていうのね。しかしながら、その一番大切な、その自分の一番大切な宝は、ケチュ、この元取りですね。キスとかケとか言うけど、元取り。タブさん、こっちの方、こう、私は結べないけど、こんなところにこう、あるでしょ。ああいう、タブさ、元取りの中に、その本当の宝物をねしまってあって、これだけはその将軍たちにやらないっていう、それはね、あのそういうことなんですね。で、小刀陰文字、あるいは虚空にかかり襟にかかる、あるいは眼下に収め家中に収まる、これはまあ一番大切な、これどっちどころんでも生命の生命って、これみんなあるんだけれど、そういうふうにこうどっかに隠したわけね。皆人実法世界一家明寿なる衣の裏に狩を様子とせると、それね、そういう素晴らしい一番大切なものはね、衣の裏にあるのがあり方なんだ。決してね、その表面にあるもんだと思っちゃいけないっていうね、本当にそう、あ、ここにあったって、そう簡単に見つからないんだわ。みんな本当に誰でも彼でも、その、自分の着物を脱いでみるよ。これちょっとね、着物を脱いで、着物の裏を見てみると、そうすると、あ、あったあったって。で、表にかけんと同士することなかった。手中眼下に狩を様子とせる、手表眼表に老することながれ、老線と義することながれ。いや、これ自己観察してね、そして自分に分かるもんだと思っちゃいけないってことです。こう、例えば座禅する、座禅したらね、それでいいんだ本当は。座禅してるって言って、ところが座禅しながら、これでいいもんでしょうかって言ってね、みんなを言うでしょ。そうじゃない、座禅したら座禅だ、もうそれでいいんだ。ところが座禅ってやったら不思議なもんでね、座禅して、あ、これでいいんだと思ってたら、そう思ってんだって座禅してになる。そうでしょ。それでね、座禅してるときに、あ、これでいいのかなって思いながら、しかし一生懸命やってるっていうところが座禅。これでいい、俺はいい境界になって悟ったってそういうつもりでやってるのは、そういう考え事してる。座禅していない、座禅にならない。だから座禅っていうのは妙なもんです。で、この自己観、ところがちょっと座禅でもどっかでもって初めてやって、あの時の気分は良かったって、あの気分になりたいって、そんなつもりでやってる人いるんだからね、困るんだ。そんなその座禅すると暇なもんだから、
の何かこう考えようとするんだね。あのこうして本当にこう見るっていうのはこれはねこう見る考えることじゃないんだ。でそれ俺はどの辺の境界まで来たかなってね、そんなことを俺妄想書いて、そういうのを一切手放しにして座るっていうのが座禅なんだからね。だからこれ自己観察して自分が分かるってもんじゃない。あれ本当に自分の目の玉は自分が目見ることできない。本当にね、俺鏡に映してみたってもう鏡は俺私の影ではあるけど鏡の影は私じゃないんだよね。あれ鏡見てのみんな私だと思っていればこそだ。そのあれだね、一生懸命、まあ女の人でも鏡に向かって一生懸命何時間でもこうお化粧するの、俺私はこんなに美しい顔になったとこう思ってやってんだ。だけどね鏡見た途端にねもう普段の顔とは違うんだね。鏡に顔を映した時にはもう私に見やすい顔にしているいいお顔してるな。ところが普段のあなたはそんないいお顔じゃで本当に自分の顔は本当に自分じゃ見られない。でそれと同じで生命人の生命という時こう向こう側じゃないんだからね、これは自分じゃ分からない。で自己観察できるもんだと思っちゃならない。で血中眼下に狩を要すとせる、手表眼表に老線と義することなかれ。で水手の自説に玉を与える親友あり。これその我々オール分の一の我々はこの分からない間にオール分のオールが生命を与えてんだ。そういうその玉を与えてくれてんだ。親友には必ず玉を与おうべしってね、そのこれ、ね、まあ神様は変なところに私は俺、まあ、キリスト教もいたこともあるもんだからちょっと変なところに神様っていう表現を持ち出すけれど、まあ神様は我々にそういう点不自由なく誰にも彼にもオール分のオールの生命を私が知らない間に与えてくれてんだ、与えてくださった。で、玉をかけられる時節必ず水手するなり。これはもうそういう神様から我々がこのこれを仏性とも言うけれど、オール分のオールの生命を与えられた時ね、これは不確知だ。確知しない。確知しないけれども。事実を与えられる、これは推奨しているという時ね。すでにこれ陰謀は銀十法会にてある一家の名字なり、はあ、オール分のオールであるとの一なのだということね。しかあればすなわち天不天の表を変えゆくに似たれどもすなわち名字なり。だから転がったり転がらなかったり、しかしどうあろうとも名字だ。どっちどう転んでも自己義理の自己生命義理の生命の実物だから、まさに玉は各ありけると知る、すなわちこれ名字ない玉。こういうねこういう玉のあり方ね、生命本当の生命のあり方、これをよく知っておくべきだ。で、そういうふうに知ることも名字だ。一家の名字だ。名字は格のごとく聞こえる正式あり。これ、名字っていうのはね、こういうふうに具体的に聞こえてくる正式という、まあ、現実的なもんだ。既得陰謀なるには、要するにこの道理が分かった上はっていうことね、
我は妙樹にはあらじとたどらるるは、たまにはあらじと疑わざるべきなり。そうする、これも厄介な文章だけど、結局こういうことね。このオール分の1の私などはその妙樹じゃあるまいと思って迷うときね、このだいたい私が本当にもう生命切りの生命中、そういう生命を持ってるとは思えないってね、迷う、思い迷うとき、そういうときもね、そういう思い迷いそれぐるみ生命なんだ。生命がなかったらそういう思い迷いさえもできないんだからね。だからその思い迷いそれぐるみオール分のオールの生あの玉なんだから、だから玉ではあらじと疑わざるべきないだ。そういう玉でないとは疑っちゃならない。もう道元禅師はだから この辺本当に親切だ。のもう少し分かりいい言葉で言ってくれたらもっとありがたい。もうとにかく親切に、ああもうこう思って言っているね、言っているよね。でたどり疑い取捨する寒さもただしばらくの少量の件なり。要するにいろいろね、迷ったり たどり疑いっていうのは、あっちたどりこっち疑いとね、そういう取捨すること、寒さもっていうのは取捨することもしないこともどちらもってこういう、ただしばらくの証券なり、どうせそういうことはね、自分のちっちゃな頭の考えの中なんだ。そういう思い迷いっていうのはね、ああどうせこのちっちゃな俺の頭の少量の剣でしかないってことね。さらに少量に掃除ならしむるのみなり。いや、そういう少量の剣って言っても実はそれも妙樹の、あの一つの影であって、そういう妙樹にそういう少量の剣が映ってるだけでしかない。妙樹っていうのはいろんなもの全てを映しちゃうんだからね。だからこれ その点ね、みんな自分のオール分の1のこのオール分の1の私の頭の中だけを大問題にしてんだね。そうじゃないんだ。オール分このあれは生命っていうのはこのオール分のオールの生命なんだからね。このオール分のオールの生命はね、このオール分の1の私の頭の言うことを聞くはずはないんだ。あれで、そのオール分の1の、だから座禅しながらなんとか悟り開きたいって言ったってね、それで悟りが出てくるもんじゃないのね。のオール分のオールで、大切なのはそんなね、オール分の1の頭で悟りたい迷いを捨てたいって、そんなことじゃない。オール分のオールそのものに座ること。だから愛せざらんや妙樹格のごとくの最高極まりなきなり。いやだからこれこそ素晴らしいねものだとして、妙樹だ。この妙樹はこのようにその彩りも光も極まりない無限なり。再々高校の変遍上々は人実法界の功徳なり。どっちへどう転んでもオール分のオールである生命の実物だ。誰かこれを散脱せん。これはどうしてこれそういうものをね奪い取ることができようか。行使に瓦を殴る人あらず。これはね、瓦を投げて玉を引くっていう言葉があるんですがね、この要するに瓦を捨てちゃって玉だけこう持ってくるっていうね。しかし本当は玉も瓦も同じく妙樹。だから一を取って一を捨てることはできないってこと。六道の因果に不楽不楽を煩う方なかれと。これはね、
ですね、百条和尚のところに、百条和尚が説法するときに、いつでも一人の老人が来てて、その話聞いてんのね。そしてお話が終わるとみんなに従ってまた帰ってくる。ところがある日ね、一日ね、みんな説法は終わって、でみんなは立っていったんだけど、その老人だけは立っていかない。それでお前は何誰だって言ったら、私はね、過去過小仏の時にかつてその時に非人種ね、言うね、私は人間じゃありませんって言って、じゃあ何だって言ったら、私は狐だっていうのね。でかつてその過去過小仏の時に、この山に住せる、その過小仏ずっと昔の頃百丈山に私は和尚してた。ところがある時その学人が来て、大修行亭の人、また因果に出するやいなやこう言ったのね。その修行し抜いた人は因果には落ちないんですかって聞いた。その時に私は不落因果ってこう答えたんだね。因果には落っこちないってこう答えた。そのためにね、その五百姓やこしんに落っこっちゃったって。それで今幸楽は和尚一天王暮らすべしと。でその言葉について一点を言ってください。弟子曰く、何理ただ問うべし、老人すなわちと大修行亭の人、また因果に落つやいなや。師曰く、不昧因果、不昧因果ってのを因果をくらまさないってことね。それで老人言下に大ごすという言葉、そういう話がある。それで思って、六道の因果に不楽不楽を煩うことなかれと。だから六道っていうの、地獄ガキ畜生死が人間天上っていうの六道ですね。これにおつることを心配することはね、ないっていうのね。大切なのはね、落ちたら落ちたでそこを務め上げる姿勢だ。それが大切ね。これが今人事法会、これ一家の名字の座りです。不昧本来の図心美心なる、名字は面目なり。このくらまさない、それは鉄頭鉄尾ってことね。頭正しければ尾も正しいその鉄頭鉄尾、名字は仏道修行者の面目なり、名字は眼勢なりというのは、その目の玉だと。しかあれどもあれも何にもいかなるかこれ名字、いかなるかこれ名字にあらざると知らざる、百死百不死は命名の総量を結びきたれども。これも随分厄介な文章ですが、要するにとにかく我も何時もいかなるかこれ名字、いかなるかこれ名字にあらざると知らざるってね、いろいろ百死百不死っていうのは、思い巡らすことも巡らさないことも、そして命名の総量を結びきたれども、そういうことをいろいろ言ってきたなってことです。この名字についてああだこうだって言って、それでいろいろその思い巡らしたり巡らさなかったりとこういうことをいろいろ言ってきたけれど、現社の報道によりて、この現社禅師のですね報告によって、
名名寿なりける新人の様子をも聞き知り諦めつれば、この今の芸者の人実法世界、これ一家の名寿という、これを取り上げてきてですね、そして名寿というもののこの私の新人がもう名寿、それのあり方をよく聞き知って、そしてこの私、これ私にあらず、オール分のオールの生命はオール分の一の私持ちじゃないってことをね、これが大切だ。で、オール分の一の私の思いでどうなるもんじゃないってこと。いや、私が沢木老師のあれで話聞いたとき、あの時は本当に、一つこう目のあれがパッとこうあれした思いがしたけれど、仏法は無量無変、お前の小さな物足りを、お前の小さな思いを物足りさすものじゃないという言葉ね。それでは私確かにそうだと思ったもん。それなんです。私みんななんだかんだって自分の物足りような思いでもってあっちこっちもがき回ってんの。ところが仏法ってのは無量無変だ、人十法世界だ。これはね、私の思惑でもってどうなるかもんじゃない。大切なのは無量無変のところへ座るってことだからね。だから悟りたいって言うんだよりも、俺は物足りような思いの一言だ。それでもって悟れるはずはないんだ、そんなもん。そうじゃない、それを手放しにして、物足りようの思いを手放しにして、そしてどっちどう転んでもっていうところに座るわけで、鬼滅を垂れか垂れとしてか、名寿なり名寿にあらざると主者に煩わん。生命、これ生命ってやつはいろいろ刻々に生じたり滅したり、それをどういうことが名寿で、どういうことは名寿じゃないとか、そういうことをね、主者しちゃダメだ。たとえたどり煩うも名寿にあらぬにあらず。だから迷い、苦労する、いろいろどんなこともみんな名寿の大祭高校だ。で、決して名寿にあらぬがありて起こさせける行にも念にも似てはあらざれば、ただまさに国産奇屈の進歩体、これ一家名寿なるのみなり。だから決して名寿でない、例えばキリスト教でいう悪魔っていうのがいてね、悪魔もキリスト教じゃあれで悪い天使らしいから、根本的に言ったらあれなんだね、神様 そのお使いらしいけれど、それでも悪魔っていうのがいて、こうあれですね、名寿にあらぬがありて起こさせける行にも念にも似てはあらざればっていうんだね。そんなもんじゃない、どんなもんでも、ただだから、ただまさに国産奇屈の進歩逮捕、無明で、我々無明で生きてるで、無明で生きている、それそのことだね。さまざまなことそのものがこれ一家の名字になる、こういうことなるのになるね。で、つまりね、だからもうこれで一応本文だけ読んだんだけれど、もう一つまとめて言えば、我々、ね、人間生命っていうのはこれ生来の自分です。これはこれは本来の自己だ。このオール分のオールっていうのは本来の自己だ。それに対してこのオール分の1っていうのは生来の自分だ。生来生まれ、こうして人間として生まれてきた限りは人間的本能も持ち、人間的理性も持ちっていうね、
そういう、こう、生来です。この生来の自分中の限りはね、あの人間的分別持ってるのに当たり前なんだ。あれかこれか、ね、あれよりこれがいい、これよりあれが悪いって、いつでも分別してる。で、少なくとも幸福だとか生存だとか悟りだとか極楽だとかってね、そういうのがいいことだとこう思ってる。で、地獄や迷いや悪いもの、そういうの死ぬってことは嫌なものって言って、こうね、これを取り、あ、これを捨てようって、そういうその分別を持ってるのが人間の、あの、まあ、当たり前のことです。生来だからね。しかしね、大切なことはね、このあれですね、そういう妄想を捨てて、そして悟りを作ってね、そういうんじゃないんだ。悟りも迷いも幸福も不幸も、死ぬのも生きるのもこう一目に見渡してる、そこへ座るってことね。それも大変だから、そういうところで頂上って言葉あるけれど、頂上っていうのは住み清くなるっていうと、大概は妄想を捨てて、そしてこう妄想なしになることが住み清くなるとこう思うでしょ。そうじゃないんだ。本当の住み清くなるっていうね、ことはそのそういう妄想も悟りも一目に見ている、生も死も一目に見ていると、そういうところに住み清くなる。そこでだから みんなそういう生命を生きてんだからね。これが生ですよ。絶対的な生だ。思っても思わなくても、信じても信じなくても、受け入れても拒絶してもそういう生命を生きてる。これは絶対的な生ですね。その生をいかに今ここで充実して発現しようかという、そこのところに修行というもののあり方があるわけだ。だから決して妄想を捨てて悟り入れるっていう、そういう、だから図に書けばこれが良くてこれが悪いっていうんじゃない、そうじゃない、これそれぐるみのところへこう頂上するんだね。そういうのを症状の種、道元禅師のまあ弁道話にも出てくる首相一如ってね、この道元禅師 の座禅修行のあり方、そういうところなんですね。でそういうのだから、いわば本当の意味の宗教としての座禅だ。迷いは捨てて悟り作って、そのために鍛錬しなきゃっていうね、そういうんじゃない。これは鍛錬は鍛錬だ。しかしながら鍛錬は宗教でない。このとこですね。この時間がちょうど4時になっちゃったけど、そのこの前のね、ちょっともうちょっとあと10分ぐらい、5分か10分ちょっと伸ばしますよというのはね、この前ちょっとお話しした精霊福祉財団、福祉事業団っていうのをね、の話ちょっとこの前したでしょ。あれを切り抜き取っておいたんだけど、どっかやっちゃった。そしたらこの前出てきたんだね。それでそれのね話、これ私非常に気に入ったんで、それでちょっと皆さんにお話これちょっと読みますがね、この浜松市の郊外古戦場三方ヶ原の一角に福祉施設の集落がある。約17万平方メートルの広大な敷地に総合病院、ここへ今後藤さんというのを務めてるわけだね。総合病院、身体障害者施設、生活保護施設、経費特別養護老人ホーム、高齢者世話ホーム、
重度、静泊児、収容保護施設、重症、心身障害児者施設、ベトナム難民収容施設、ヘルパー学園、保育園、そういう施設がみんなあるらしいんです。でここに来春もう一つの施設が着工される。末期のがん患者ら、現代医学が見放たれた人々を見取り、大阪な死を迎えさせるホスピス。施設の多くはホテルかマンションのような近代建築だ。これは一つの小都市、いわば福祉都市である。50年前キリストを信ずる数人の青年が全くの無一物で始めた奉仕活動が発展したものだ。で、問いとしてね、なぜ今度はホスピスなのですか。で、答えは、人間は死ぬまで人間としての威厳を持って愛で守られなければならない。肉体の苦痛が人間性を押しつぶすなら、ホスピスでは早めに麻薬を与えて苦痛を除く。全部個室にしてプライバシーを守る。赤字でしょうが何とかなるもんです。昔からその流儀でやってきました。これ答えてる人はね、政令福祉事業団理事長の長谷川多物っていう人ですね。で、それからもう一つ問いですね。悟り澄ました構想が末期のがんと宣告されてがっくりという話をよく聞きます。ホスピス入りは不治の宣告でもあるわけですが、こう聞いたら、問いとして、答えとして、私にはその問題に深い経験があります。昭和5年、貧しくて結核をやり、身の置き所のなくなった青年を引き取ったのがこの仕事の始まりでした。当時、結核はがん同様、不治の病で、がん以上に嫌われました。私たちは再造村八部に会いました。医者も本人には結核と告げなかった。が、私たちは本当のことを、教えました。このもう、あたる、結核だってね。その時はガクッときますが、1週間もすると必ず立ち直るものです。偽りの上に立派なものができませんか。私これ気に入ったよね。本当にね、嘘言って真実は出てこない。人生最後までしっかり生きなくてはならない。死はおしまいじゃないのだ。永遠の生命を得るのだと。このホスピス、政令福祉事業団というのは、キリスト教のあれですからね、この、神の国永遠の生命というのをね、これを教える。で、また問い、ホスピスでも、キリストを説くのですか。ホスピスで死にたいが、宗教の押し付けは、ごめんという人もいるはずです。答え、嫌だという人には押し付けませんが、経験では死を前にした人は皆喜んで聖書の話を聞いてくれます。だってこれからが本当の生命だというのだから景気のいい話じゃないですか。ここが気に入ったで、治療法が進歩して結核が治るようになってからは聖書の話を聞かない患者が増えましたけどね。人間って面白いけど本当に生存の方がやっぱり嬉しいんだね人間って。で、高級マンションのような老人ホームのビルの谷間にトタン屋根の掘ったて小屋があった。それがこの人の住まいだった。6畳と8畳の板の間だけ。神の奴隷に財産はいりません。仕事を聖霊と名付けた時、生涯無一物と決めました。この住まいは私の昔の病棟、私には一番いいところです。この人が答えてるんですかね。これ非常に
いい仕事だと思うんですね。で、まあ、キリスト教にもこういう人がいるんだっていうことね。で、要するにみんなね、生存だけいいと、そして死ぬっていうのがこれ、もう本当に無価値、廃棄物になることがこう思ってんだ、みんな。ところがね、そうじゃない。結核でもがんでもね、もうこれ以外もこれ以上は死ぬんだって決まったところに、初めてね、生きても死んでもそれぐるみ神の恩恵っていうかね、そういう世界があるんだっていうところに、永遠の生命っていうのがこれがあるわけ。これがね、今一家の名字の話もそうだ。これ神の永遠の生命っていう話だと、神様って話が出てくると抵抗あるやつもいるもんね。これ今時はだから、これこの神様の話に全く抵抗を持たないで永遠の生命っていうのを信じられる人はこの聖霊病院で結構。しかしながら、どう神様っていうのを我々にピンとこないっていう人、これどっちどう転んでも自己切りの事故だっていうね、そういう話もあるべきだ。で、今のこの、キリスト教の話はそれでいいんです。宗教としてそのあんまでいいんだ。ただこれキリスト教ってのはあんまり論理的でないもんね。だから理屈には弱い。私みたいな理屈っぽい男はキリスト教の論理的欠陥をすぐこう暴き立てるっていうことできるもん。それに対してね、仏教の話は論理的に強いとこがある。それで理屈持ってやってくるやつは理屈で持って言い込めちゃうっていうようなねところがある。それで永遠って言ってもね、これこの次は促進念仏やってからショートマークスや宇治の巻やるつもりですが、時間の問題となって永遠の生命ってキリスト教は言うけれど、何この時間っていうのはね、永遠っていうのは現在の一瞬にあるんだ。それで永遠の生命っていうのは今の生き方そのものなんでね、そういう時間の話にも道元禅師の消防現像に出てくる。で、まあ、この長谷川貨物さんという人、まあ日本にもこういう人はいてくれるんだなと思って愛してますがね、まあこの前その切り抜きどっかをこの話するつもりだったんだけど、どっか行っちゃったもんね。出てきたからちょっと付け加えておりました。地上無辺誓願の煩悩無尽誓願願黄金無量誓願学図上無上誓願行Thank you.